はい、ご覧いただきありがとうございます。当店はバルナックライカを専門に修理と販売を行っておりますカメラ工房松下と申します。今回は販売用のカメラのご紹介になります。でこちらはバルナックライカの D3 になりますね。これ1000分の1があると 3A になりますけど、こちら1000分の1がないんで D3 ですね今回は。はい、でこちらボディキャップ付属しております。はい、ではまずは外観の状態見ていきましょう。あ、こちらはね D3 の中でもちょっとキラキラしてるんですよ。キラキラしてシャイニークロームと呼ばれるメッキの種類がちょっと違うんですよ。輝きがあるような感じのメッキタイプになってます。はい、でまずはぐるっと回って、あ、ここにねちょっと軍艦部ちょっとポチッと当たりが少しありますね。あと忘れがあるぐらいですかね。特に大きなへこみはこれ以外はないですね。で、底蓋もぐるぐるぐるっと、ぐるぐるぐるっと回りましたが、特には問題なさそうです。はい。グッタベルカはこれオリジナルで、ちょっと色あせてますけど、まあいい感じの色あせではないかなと思います。脂肪もね、そんなにツルツルまではないですね。で割れや欠けはないですね。浮きもないですね。ちょっと前面浮いてる部分があったんで、それは接着してますので、浮きはないです。はい。で、こちら当店でオーバーホールをしております。で、その時に、こちら、シャッター膜とシャッターリボン交換してます。で、巻き具もね、非常に軽く仕上がっております。引っかかりなどがありません。で、まずはシャッターの状態見ていくのを Z、バルブから見ていきましょう。はい、問題ありませんでした。で、続きまして、20-1、スローを見ていきましょう。スローの T ですね。スローはね、何もしなければずっと開きっぱなしです。で、スローダイロをずらせば閉じてくれます。はい、問題ありません。で、あとは、1000分の、あ、ごめんなさい。500分の1ですね。ちょっと動画では見えづらいんですが、専用のシャッターテスターで測定をして調整済みです。でも古いカメラなんでね、やっぱ光線漏れやシャッターのバンドがある場合がありますので、それを確認するためにフィルムを装填して試写をして問題ないのも確認済みです。で、試写の後にはフィルムの巻き戻しが必要で、引っかかりなどなくスムーズに巻き戻ることも確認しております。で、続きましてこちらですね。フィルムカウンター見ていきましょう。で、今巻き上げて0にしましょう。0で、1、2、はい、しっかりワンカウントずつしてくれてます。で、続きましてファインダーですね。一度調整、スムーズに回転してます。で、レンジファインダー、ビューファインダーともに分解して清掃済みですので非常にクリアです。はい、20度ははっきり見えており、無限灯でね合致するように調整済みです。で、あとスローのダイヤルも清掃してグリス塗ってますので非常にスムーズに回転してくれます。はい、では次はそこ中見ていきましょう。開閉も非常にスムーズです。はい、もちろんですがスクール付属しております。え、なんかこんな感じで特に問題ありません。ここまでご覧いただきありがとうございました。バルナックライカ D3 シャイニークロームのご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。